ヒエガエリは、単子葉植物稲科ヒエガエリ族の一年草である。コボが細かくて、ほが全体にふさふさして見える。コボが、ごく小さく、非常に多数を密生してつける。また、それらに細くて、長いのぎがあるので、全体にふかふかした印象で、哺乳類の尻尾のような外見である。これに類似したほをつける種は、本種の他には、 浜ひえがりがある程度で、判別はたやすい。名前は、冷え返りの意で、冷えから変化したものと思われたためであるとされる。草丈は高さ30から60センチメートル程度の、全体に、柔らかな草。根茎はなく、茎の根元はやや分子して少し横に這う。茎はそこからまっすぐか、斜めに立ち、先端に穂をつける。葉は、 茎の節ごとに出て、長さ5から15センチメートル、幅3から8ミリメートル、やや白っぽい緑色で、艶はない。穂は茎の先端に一つ出る。果樹は円錐状に枝を出すが、当初はそれらに昆布が密接した上で、それらの枝が主軸に沿うようになっているので、一つの太い棒状をしている。全体に緑色だが、紫を帯びて見える。穂が伸びると、 やや枝が開いて、即死が見分けられるようになる。ただし、なんとなく根本の方があまりほぐれない傾向がある。いずれにせよ、コボが、せいぜい2ミリメートルと小さくて密生しているので、ここには見分けにくい。種子コボは、たった一つの花の実を含む。これは、最下の小花の実を残して、それから、先が退化したものと考えられる。小花は小さくて、 完全に、包み絵に隠れる大きさ。コボの基部には短い柄があって、熟するとここで折れてコボごと脱落する。コボは一体の包み絵に包まれる。包み絵は互いに、ほぼ同型で、細長く、毛が多く、背面は丸くなっている。先端は、くぼんでおり、その間から包み絵と、ほぼ同調のの木が出る。森絵は、包み絵の半分くらいの長さで、 幅広く、五脈があり、先端は、それぞれの脈で突き出ており、中央のものは、棒となって伸びる。内栄は、森へと、ほぼ同調で、幅は遥かに狭いが二行の竜骨がある。明るい草地に生える。ごく普通の雑草であり、道端や二十歳にもよく出現する。特に湿ったところによく育ち、水田の脇や畑の水路沿いなどに多数が出るのを見る。 ことが多い本州から琉球列島まで広く分布する国外では東アジアからシベリア、インド、アフリカにかけて分布している。同族に浜冷えエりデフスがある。ヒエガエルよりやや丈夫そうで全体に白い弧を吹いた様子をしている。また弧はより密集した感じになっている。細部では棒が冷え返りより、 はるかに長い点なども異なり、別種とされている。やはり湿った草地に生えるが、海岸近くに多い。分布は髭返りとほぼ同じである。他に、小ぬか草との雑種と思われる、ぬかぼ返り葉山が、ごく稀に見つかる。二十歳の雑草として扱われる。ありがとうございます。